吹雪テトラ。どうもこんにちは、吹雪です。野外でも使える防水型のデジタル水温計が新たに出たので開封したいと思います。水面に浮きます。僕が買った水温計はこちら、スペクトラムランジャパンから発売されておりますメダカの浮かべるデジタル水温計。まずは使用とスペックを語らせてください。対象メダカ鉢、測定範囲0から50度、電池 LR44、 精度プラスマイナス0、測定周期10秒ごとで、価格は1180円でした。特徴としてはメダカの鉢に浮かべて使う水温計です。大型の液晶数字を採用し、防水型で野外の鉢で使えます。またメダカのための健康水温が一目でわかるインジケーター付きです。そして最高水温と最低水温を記録します。使用方法としては、ボタン電池を説明書の手順に沿って蓋をしっかり止めてから水面にゆっくり浮かべてください。記録された水温をリセットしたいときは、液晶右下のリセットボタンを一度押してください。最後に注意点としては、蓋がしっかり閉まっていないと本体に水が侵入し故障の原因になります。付属のボタン電池は動作確認用です。電池が消耗しましたら新しい電池とお取り替えくださいと思うと、それは製品の外観から見ていきたいと思います。水温計電池付きテトラ、メダカの浮かべるデジタル水温計。健康水温が一目でわかる。最高水温、最低水温記録するから見てない間も安心。設置してるイメージが載ってます。液晶の写真も載ってます。裏面でございます。3段階のマークで分かりやすく表示。28度以上はメダカに熱い。20度から 27.9 度はメダカの適温。19.9 度以下はメダカに寒い。顔マークが3種類あります。製品特徴ってことで、メダカの鉢に浮かべて使う水温計です。最高水温と最低水温を記録します。3段階のマーク表示で分かりやすく表示。使用方法ってことで、ボタン電池を説明書の手順に沿って、蓋をしっかりと止めてから水面にゆっくり浮かべてください。記録された水温をリセットしたいときは、液晶右下のリセットボタンを一度押してください。注意ってことで、蓋がしっかり閉まっていないと本体に水が侵入し故障の原因になります。付属のボタン電池は動作確認用です。電池が消耗しましたら新しい電池とお取り替えください。右の方には仕様が載ってます。こちらはスペクトラムブランジャパンから出ております。それでは開けていきたいと思います。いでよメダカの浮かべるデジタル水温計、オープン。おー、勢いよく出たね。まずは取扱説明書でございます。テトラ、メダカに浮かべるデジタル水温計。観賞魚水槽用水温計。使用方法ということで、電池を入れます。裏面の電池ボックスカバーを開き、付属のボタン電池 LR441 個をプラス側を上にして奥まで入れます。電池カバーを乗せ、コインなどでそれを90度回転させて閉じ、表の液晶が表示されているのを確認します。メダカ鉢や水鉢などに浮かべてご使用ください。最高最低水温の表示をリセットする場合は、液晶右下のリセットボタンを一度押してください。その時点からの最高最低水温を表示し直します。電池の交換ってことで、液晶表示が点滅したり見えなくなったら新しいやつと交換してください。付属の電池は工場出荷時の動作確認用のため、寿命が短い場合があります。その際は LR44 ボタン電池を新たにお買い求めください。注意ってことで、本体をライトの上、ガラス蓋の上、直射日光の当たる場所や湿気の多い場所に設置しないでください。大型魚やピラニア、カメなどの噛む力が強い魚がいる水槽に使用すると破損する恐れがあります。センサーは時間の経過とともに劣化します。1年を目安に新しい製品をお買い求めください。当製品はプラスチック製です。落としたり衝撃を与えないでください。0度以下50度以上になる場所で使用を保管しないでください。使用上の注意ということで、測定範囲は0から50度です。当製品の最大誤差はプラスマイナス1度です。あらかじめご了承ください。長時間直射日光に当たると、熱による変形などにより誤作動が起こることがあります。表示温度はセンサー付近の水温を示しています。使用の際は必ず液晶画面を上にして、静かな水面に浮かべてご使用ください。フィルターやポンプなどから排出された水がかかるような場所に設置すると、液晶の表示に不具合が生じたり水没し故障の原因になります。マジか、これは知らんかったな。各部の名称ってことで、表側、裏側が載ってます。最高最低水温、顔マーク、リセットボタン、そして電池の開け閉めのやり方載ってます。下の方には仕様もあります。ということで、ポンプのあるところに入れれないってなったら、私ね、これ入れるとこないんすよね。いやー、これはな、隔離ケースとかに入れるしかないよね。隔離ケース入れたら、これでかいから目立つんすよ。もう水温計入れればいいだけの話なんで。いやー、これちょっと書いて欲しかったね、箱にね。ポンプ入ってるとこダメですみたいな。完全防水じゃないんだよね。これが水没したらもうダメだということで。私の環境では使えない商品なんですけれども、一応レビューします。手のひらと合わせるとこんな感じ。結構大きいです。まずペリペリを剥がします。おー、光沢のある液晶です。ここはフラットで、いや、かっこいいな。真ん中にテトラというロゴが書いてます。で、ここにボタンだね。あ、リセットボタンの電源ボタン。あ、ちゃんとカチカチって言います。そして押し心地もいいです。横はこんな感じ、分厚いね。そして裏はセンサーがあります。そしてボタン電池、これね、全体的に丸みを帯びてます。だから、こうメダカがこう当たったとしても傷がつかないと思います。これいいですね。ボタン電池はクローズとオープンという文字が書いてます。重さはとても軽いです。あと太さがあるので、こう指で持ちやすいね。
あと色が黒くて目立ちにくいと思います。黒い方が焦げとかついても分かりにくいからいいよね。でこちらが付属のボタン電池、これはすぐ電源が切れるようです。だからまあ100均で買わないといけないっていうのが欠点。あ、これ面白いな。このねカバーオーリングついてますこれ面白いな。あ、さすがねアクア用品ですね。ちゃんとオーリングがついてます。それでは組み立てていきたいと思います。まず何でもいいのでコインを用意します。次に LR44 を入れます。これは100円ショップでも買えます。文字が書いてる方が上になるように入れます。であとこのカバーを上から取り付けます。こう差し込むんだね。これだとダメなんでクローズの方向に90度回します。あ、こうギュッてやるんだ。こうやるんだわ。ギュッて一回やって動かなくなるのを確認します。そしてそれからこう90度。あれ、これでいかねえぞちょっと待って、回んねえぞ。これギュッて押しただけでもうこれ、ね、左こうやるんすよ。あれ、矢印はオープンのとこなってっかな。 ちょっと待ってくれ。ここのカバー開くんだけど、クローズに行かないんですよね。そう、オープンには行くんだけど、クローズに行かないんですよ。ギュッて回しても。行かないんですよ。いやー、これがちょっとダメだな。だから、もしかしたら外れる可能性があるんですね。だから、できればもうちょっとこう、回しやすいような形状にしてほしかったです。一応、コインとかマイナスドライバーを使えば、カバーを取ることはできます。だから、新しい電池に変えることはできるんだけど、なぜかね、クローズに行かないんですね。多分、この内部のオーリングが、滑り止めになっちゃってるんじゃないかな。オーリングにワセリン塗ったらいけるかもしれない。今回もう仕方ないんでね、この状態でやります。で、こうどうなってんだ？おお、おお、あ、見やすいじゃん。液晶は光沢あります。で、笑ってます。23.9度。マックス24度。これ今室内の水温です。室内の室温か、今。水中入れてないんで。このリセットボタンを押すと、リセットされてまた、ここに表示されると。で、これは10秒ごとに計測してるようです。このでかい方の数字はね。これ分かりやすいね。グッドって顔書いてます。顔マークついてる。いや、これ液晶はいいな。プラケに浮かべてみます。あ、いいね。水温が出てるかな。あ、これ10秒ごとの計測だから、ちょっと10秒ぐらい。あ、24.1 に変わった。これ少し離れた場所でもわかるね。メダカ橋とか相性いいと思います。ただね、こうガーってエアがあって、ここの液晶に水が、あ、でも10秒経たないうちにどんどん変わるな。5秒ぐらいかもしれませんね。結構早いっすね。あ、早いわ早いわ。10秒かかってないわ。多分5秒ぐらいの計測です。いいですね。知恵美を育成してる隔離ケース。あとはベタ。あ、ベタいけるわ。ほぼ止水で飼ってるようなベタ。そこだったらね、これいけると思います。まあやはり残念なのは、こう水滴がかかると壊れるっていうね。できればこれが水没しても問題ないような作りにしてほしかったです。あとはこのクローズに行かないっていう、もしかしたら私はハズレを買ってるパターンかもしれませんけど、いくらね、ギューってやってもクローズ側に行かなかったので、まあオープン側でもね、壊れてはいないんですけど、もうちょっとこう円滑に回るように開発していただければよかったです。まあそこぐらいですかね。あとはもう非常にこう、いいですね。液晶見やすいですし、あと顔のマークがわかるし、あとこう 0.1 度単位で出るのもいいね。プラケースって結構水深浅いんですけど、そういう水深の浅いところでも使えます。センサーがでかすぎないんですよ。あと角が丸いとかね。だからね、これいいなと思って買ったんですけど、ちょっとね、私の、まあ普段ブク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 やってる環境では使えないということで、そこだけ残念でした。ということで今日もご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録お願いします。以上、スペクトラムランジャパン、メダカの浮かべるデジタル水温計の開封でした。ありがとうございました。バイ。